デビューをご覧の皆さん、こんにちは。新井淳です。池岡亮介です。はい、ということで、はい、僕たちが共演、そして出演します。はい、アトミ殺人事件。はい、いや、だから2人の共演もね、久々だね。よね。3年ぶり、柔道少年とか3年ぶりぐらい3年ぶりぐらいの同い年コンビでやらせてもらってます。まっちゃんは結構さ、この、まあ、岡村さん、塚さんの、うん、あの作品をすげえやってるなってイメージが。やってるイメージなんですよ、うん、イメージだけ。そんなやってないの。あ、そうなの。そうそんなやってないの。よくね、あの他の方が出てる時にね、うん、稽古場に勝手に行ったりね、うん、あ、そういうことか。感激行ったら勝手に舞台上上げられたりするってことがあるだけで、うん、実際よく考えてみると、まあもちろん岡村さんとは4回ぐらい作品一緒にしてるんだけど、うんうん、塚さんの作品で言うと岡村さんと一緒にするのは今回が2回目なの、うん、なるほど。そう、それ以外で4回ぐらいあるけど、うん、実質そんなにやってないと。なので、まあ、今回僕も前回熱海殺人事件を中屋敷さんの演出やらせてもらったんですけど、そっかそっか、そう、今回は岡村さんの演出バージョンは初めてなんで、うん、まあ、いわゆるもう本当にあの手探りですよ。お、僕もね、あの2015年だったっけな、うん、にあの塚、ダブルスじゃトリプルかな、うんうんうん、で、あのロマンス2015って作品に参加して、 その時も塚さんの作品だったんだけど、中井敷さんの演出で、うんうん、で岡村さんの演出は2人は、まあ、夕日伝があったじゃん。そうだね、店のそれぶりだから。そうそうそう、あのキャスティングのところにさ、はい、あの大山金太郎役なんですけれども、はい、その枠が新人枠って書いてあって、そこにポンって入れてもらって、はい、もうこれはもうしゃかりきに頑張るしかねえと思って誰も新人だと思ってないと思う。もう、いやいやいや。いやいや、まあでもね、なんかまあ、いい作品に、ね、なればいいですよね。しかもね、あの、紀伊国屋ホールの、そうそうそう、改修工事に入るんで、うん、まあ僕らのこの熱海殺人事件が、うん、いわゆるその改修前の最後の公演になります、うんね。で、僕らの公演が終わって、改修入って、で、また一発目に何らかの公演があって、うん、それがこけら落としになると。なるほど。だから、いわゆるこの、熱海殺人事件はすごい長い間歴史がある作品ですけど、うん、それの最後でもあるし、紀伊国屋の最後一旦ここでパッと締めると、ね、名誉なことですよ。責任重大ですよね。え、ちょっと頑張らないといけない。いや、まあ、もう頑張るしかない。ぜひね、この時期だけども元気になっていただけるようなね、はい、熱い作品をね、お届けしたいと思っているので、ぜひ見に来てください。体調管理です ね、はい、もう2020年、うん、これがね、最後の配信。あ、そっか。12月、そう、うんうん、で、なんか今年、まあ、大変なことだったあったけど、なんか振り返ってみてどうよ。今年はね、うん、なんかこう忍耐力を試される。あー、なるほどね。1年だったから、はい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 、やっぱ結局何かを得るためには何かを捨てなきゃいけないみたいなのがあるようにさ、やっぱ成功するためには嫌なことでもやって失敗するからそれが成功に行くとかさ、うん、まあ、そんなようななんかこう、まあ、ジャンルのこの我慢みたいなものが、うん、ね、まあ、いろんな仕事されてる方、うん、まあ、もちろん僕ら役者もそうですけど、いろんなところでこう試された。そうだね、地球に試されたというか。いや、間違いないと思う。地球にも試されたし、うん、やっぱそこで動ける人間なのか動けない人間なのかっていう自分を見つめ直す時間、ね、考える時間も多かったしね、うんうん。どうでした、池岡さん。いや、僕も本当そのあっちゃんの言う通りやな、うん、忍耐力、我慢強さをね、試された期間だったなとも思いますけど、うん、でも、うん、個人的にはまあ舞台もやらせてもらったし、ね、3本ぐらい、はい、うんうん、まあ、これもね、これは年明けだけど、うん、まあ、本当感謝した1年でもあったかな、うん、そのね、やれること、周りの、ね、そう、環境を ね、 そうそうそう、来年はね、いい年になるように。そうですよ、僕はもう舞台はたくさんね、なくなりましたね。そうだよね。もうこの一発目で、ね、バコーンと行くためにもね、まあ、僕は精一杯突っ走っていこうかなと思ってるんで、うん、皆さんぜひこの僕らが出演する熱海殺人事件も来てくださいませ。はい、よろしくお願いいたしま す。ということで、以上、新井淳と池岡亮介でした。バイバイ。